ポートレース住之江の今回のオールレディース4日目準優ファーストステージは第2弾を迎えていまして、第10レース、さあ早めのコース取り動いてまいりましたが、一番後ろゆっくりとは1号艇で喜井司、どうやらそのままインコース、今大会予選2位通過の活躍、今シリーズ好調な走りを見せていまして、そして2コースは早々と2号艇入って倉田郁美、今回予選3勝をマークする活躍を見せていまして、さあ準優も活躍なるかです。3コース3号艇入って魚谷香織、今年5月の女子戦のアクアクイーンカップでは優勝、そして今6号艇入って鳥一へ、1、2、3、6スタートライン上方向です。そして後方ですが動いていきますが、4号艇松本明恵がどうやら角5コースです。そして6コースに回って5号艇の佐々木宏美、スローが4艇でダッシュが2艇、ここは4対2のスタイルで進入体系が早めに固まってまいりました。現在は小雨のパラつく競争水面でスタートライン上かすかな追い風になっていますが、さあここは人気サイド決着が、それともここも高配当が飛び出すのか、準優ファーストステージは第2弾で第10レースの準優勝戦、4対2インコースから1番2番3番6番4番5番で間もなくスタート、今スタートしていきました。好スタートはここは人気の中心1号艇で喜井司がトップスタートを決めています。1マークは逃げる1号艇の喜井司を握っていった3号艇の魚谷、さして2号艇6号艇4号艇5号艇回ってバックスレッチャー、見事なイン速攻が決まった。1号艇で人気の喜井司、現在2番手には握っていったまくっていった3号艇の魚谷香織、3番手には2号艇の倉田郁美、現在上位が1、3、2であとは5、4、6となっています。なおスタートは正常でした。ライン単マークはトップで1号艇の喜井、そして2番手争いは2号艇を行かせて内をさばいてくる3号艇の魚谷ですが、わずかにキャビッタが内から上がってくる4号艇の接触で、ここで2番手はわずかに2号艇の倉田が逆転となって、そして今度は3番手に3号艇4号艇両者が接戦、先方1号艇のキー、2番手に2号艇の倉田が上がって、今度は3番手に3号艇4号艇両者並びました。2周目で第3マークの3番手が3号艇が突っ張って回って内から追っつけてくる4号艇ですが、さあ3号艇4号艇3番手はまだ接戦です。インコースに4号艇の松本、アウトコースに3号艇の魚谷と4号艇と3号艇と両者が並んでいまして接戦状態、その後ろは水が空いていって6号艇5号艇の順です。第2ターンマークは先頭で1号艇のキー、2番手は2号艇の倉田、後方3番手争い、今度は4号艇の松本が回って差し返してくる3号艇ですが、わずかにハンドルが入らず、4号艇の松本明恵がまた逆転で今度は3番手に上がって1、2、4となって最終周回へと入ります。最終周回先頭には1号艇の喜井司が見事なイン速攻、道中2番手争いは逆転で2号艇の倉田郁美、3番手も現在逆転4号艇の松本が上がっていまして、最後のバックステージへと入ってまいりましたが、先頭1号艇2番手は2号艇3番手4号艇上位がここは1、2、4となっています。その後ろは水が空いていって3号艇、後方は水が空いていって6号艇5号艇の順になっています。さあ後輩等の次はここは人気どころで本命決着になっていまして、1番人気1号艇の喜井司が見事なイン逃げ、そして2番手は2号艇の倉田郁美、3番手に4号艇の松本の1、2、4で間もなくゴールです。先頭1番ゴーリン、2番ゴーリン、4番ゴーリン、3番ゴーリン、6番ゴーリン、5番がゴーリン、